ティング大会とかないんでね、通常に入って勝てると見せたいと思います。ピックアップ6回転後で勝てる。見てほしいんやけど、この炎が全部開かないやつだったんやけど、ここ見てほしい、レインボーに変わってる。最弱のデルマ率を考えたら仙台系あると思います。この店やばいな。この店やばいな。
ピックだけで。最終的に2600枚流して、なんだったかな、終戦投資の2600枚回収でございます。42で久々にこんな活気があるお店にまって、多分ね、舞い上がり全力と思うんですけど5台しかなかったんですけど、僕が最終的に3000枚ちょっと引き弱かったんですね。ガッタン530ぐらいだったんで、よくこんなね力入れてやってるお店あるっていうのがちょっとびっくりしました。またね、ちょっとパリーで続きはね、お願いさせていただきたいと思います。というわけで本日もありがとうございました。ちなみにちょっと確認したいと思います。どうなってるの。自分の打ってた台最後確認しに来たんですけど、やめ時完璧でした。88で化け引いてでやめたんですよ。その後611ハマってたんで、なんとかよかったなと。ほんでね、あれ絶対全録やろうって言うんでね、ちょっとね店長に聞いたんですよ。ぶっちゃけ全録だったでしょって言ったら、すごいですよね、この時代に全録やってくれるんですよこのお店。しかもね、マイジャグ全録のプラス北斗もあれ多分全録なんですよ。こうやってね、なんかメリハリ効かしたというか、この打ち手を楽しませてくれるギミックをいっぱい使って、ただなんか僕が動画で話してたあの旗フリフリの話も聞いたら、やっぱそうだったんですよ。あとやっぱ色赤だって、赤から色が変わって、あの西ぐらいですかね、レインボーに変わったんですよ。レインボーって言ったらマイフォーじゃないですか。だからマイフォーに設定が入っとったみたいな感じの、このなんか4号機時代をねちょっと彷彿させるような、なんかすごくねエンターテインメントなねパチ屋さんでした。ぜひね、静岡に来た時はね、皆さんもねよかったらね遊びに来てください。スーパーコンコルドですね。というわけでありがとうございました。また勝たせていただきます。本日は浜松餃子焼いております。いい香りです。強火でね6分焼けばいいだけですよ。めちゃくちゃ簡単、楽しみです。うわー、できた。もう少しで水がなくなるくらいになったら弱火にして、肉だし、ほんで1分半ぐらい待ってたし、でーん、ガラスでございます。出てこんかな、ちょっとひっくり返したかったんやけど、ちょっとできないんで、ちょい甘かったかな焦げが。いただきます。やばい、早くご飯チンしろ、チンしないと餃子がなくなってしまう。あー、やっぱ危なかった。ご飯チンするまでに全部ダメだった。やっぱね、餃子にはご飯でしょ。ご飯ね。